革命が起きて市場は膨らむんじゃけど、おいでもそこで働く人は減っていくと思ってます。なんでか言ったらね、からですよね。地方におりながら普通に無料でハーバード大学のすごい有名な教授の授業とかを受けることができるんですよ、無料で。どの株が伸びてどの株が伸びないとか、そういうのって AI で判断した方が成績が良かったりするんですよね。自動車さえもただの移動手段、サービスの一つであるっていう概念ですね。はい、こんにちは。フューチャリストの友村です。このチャンネルでは自分の力でお金を稼ぐための世界最新のテクノロジーの紹介とか、そのテクノロジーがもたらすビジネスと教育の2030年の未来予測というのをテーマにしています。ほいで、広島弁がちょっと聞き取りにくいのという方はですね、東京の人に映画に字幕つけてもらっておりますんで、そっちをご覧ください。今日の目次行く前にですね、チャンネルの登録者が2000人いきまして、皆さんありがとうございます。2000人ぐらいではですね、 Google から盾は届きませんので、自分でちょっとご褒美買いました。それは僕のリスペクトしてるゴキブリのリアルフィギュアなんですけど、まあ1代目はですね、ちょっと5歳の息子にいっぱいハサミで切られてしまうてダメになったけん、ちょっと2代目としてまたこれを機にですね、自分へのご褒美として買わせてもらいました。まあ僕はね、ゴキブリをすごいリスペクトしてるんですけど、どんな変化にも対応してしぶとく生き残るという意味で生き方を尊敬してるんですけど、まあということで今日も僕は変態してます。よろしくお願いします。ということでですね、今日の目次なんですけど、まあ今日はですね、どっちかっていうと投資をしてる人とか向けの動画になります。2030年までに革命が起きるビジネス業界ベスト5っていうのを発表したいんですけど、まず目次1つ目として、テクノロジーで革命が起きる業界ベスト5をランキング形式で発表します。で、次ですね、テクノロジーで革命が起きる業界の3つの特徴ということを話したいなと思ってます。次、目次3つ目、第4次産業革命っていうけど、結局何が起こるのという話ですね。革命って言葉ね、あんま曖昧じゃないですか。結局何が起こるみたいなね、結局この2つのことが起こるだけなんですよっていうのをシンプルに話そうと思ってます。慌てなくていいですよという話ですね。そしてベスト5で発表したその5つの業界ですね、ここの業界にいる人は結局今何を準備すればええんかという話ですね。この4つの目次で話そう思います。特にね、その最後のその業界におる人は何をすればええんかっていうところなんですけど、まあシンプルにね、転職すればという話もあるんですけど、そういうことを言わずにですね、転職せずその業界で生き残るためにはどういうことをすればいいかということを話そうと思ってます。今日の動画でですね、目次の2番目の3つの特徴、3つの共通点のところまで話します。後半で次回の動画でですね、第4次産業革命言うてね、革命言うても結局何が起こるんかいう話をしようと思ってます。はい、ほいじゃあ早速いきますよ。テクノロジーで革命が起きる業界ベスト5っていうことですけど、このランキング形式ね、今から言うんですけど、この判断基準はですね、もちろん僕の独断と偏見なんですけど、市場規模と、あとはですね、社会に与えるインパクトの度合いっていうので僕が判断してランキング付けしました。今から言う市場って革命が起きるっていうけど、で、市場はどうなるかっていうと、これ間違いなく広がっていきます。市場は縮小しないです。広がっていくんです。広がっていくんですけど、そのテクノロジーの革命によって普通はね、市場が広がったらね、そこに働く人材増えるじゃないですか。そうはならないと僕は思ってます。革命が起きて市場は膨らむんじゃけど、おいでもそこで働く人は減っていくと思ってます。なんでか言ったらね、テクノロジーに置き換わるからですよね。で、革命が起きるとかって言ってますけど、前提条件としてもう僕はね、起きてると思ってるんですよ。要は起き始めてんですよね。で、革命が起き始めてる途中って、その渦中にいるから分かんないんですよね。なんか変化が起こりよるな最近はって、その業界では感じるんだけど、歴史を振り返ってその過去を遡って、例えば2030年以降にその業界見ると、わあ、あれってやっぱ革命じゃったよねみたいになってると思ってます。ということで、5つの業界の発表とそれぞれの業界のですね、典型的な革命の例を挙げますね。ここも時間かけずにテンポよく発表していきますね。じゃあ早速いきます。第5位はですね、教育業界、市場規模3兆円です。革命の例なんですけど、頭プラスっていうサービスね、聞いたことある人いますかね。これね、欧州塾とか Z 会とか、まあ全国でですね、2600以上の塾が導入してるシステムなんですけど、要はですね、その頭プラスは人工知能を搭載しとって、で、そのタブレット上でその問題を生徒が解いたらですね、解けば解くほど自分の弱点と強いところが分かれていくんですよ。自分が苦手としてる問題だけどんどん効率よく出題してくるんですよ。こういうじゃけん苦手がどんどん克服していけるんですよね。で、こういうものがないと自分が何が得意で何が苦手か分からんけ、もう一律にですね、もう得意のもんとかまた何回も解かされたりするじゃないですか。もう得意じゃけ解けるんじゃけ、もう何遍解いたって時間の無駄じゃないですか。そういうのを人工知能が判断して、あなたは数学で言ったらちょっと二次関数が弱いけ、二次関数の問題を多めに出しときましたみたいな感じでね、宿題が出てくるんですよ。というふうにですね、テクノロジーの力を使って無駄な勉強と効率のいい勉強の積み分けができるようになったんですね。
教育の世界これだけじゃないですよ。例えばね、コーセラっていうアプリ知ってますかね。これね、世界の一流大学の教授の授業とかが受けられるアプリなんですよ。無料でですよ。もちろん有料プランもありますけどね。普通にそのハーバード大学とかスタンフォード大学とか、もうそういうところの有名な教授の授業が、例えばここは広島の呉市ですけど、そういう広島の呉市にいて受けることができるんですよ。アプリを通じてですね、オンラインの授業が。すごくないですか？考えられないでしょ、こんなこと。これでもちろんちゃんと単位も取れたりするんですよ。普通にですね、地方の田舎に住んじゃって、ここもそうですけど、普通に学校に行って普通に塾に行きよったら、なんか教育の世界って別に変わってないじゃんって思ってしまうんですよね。そんなことなくて、水面下でもうテクノロジーですごい勢いで教育の世界も変わってってんですよ。何度も言いますけどね、地方におりながら普通に無料でハーバード大学のすごい有名な教授の授業とかを受けることができるんですよ、無料で。すごくないですか、こんな時代。はい、第4位、フード業界市場規模が19兆円ですね。革命の例をいくつか挙げますよ。例えばですね、ガストですね、ファミレスのガスト、これが2022年中に配膳ロボットを2000店舗に導入するって発表しましたね。人手不足、まあ人件費の削減ですよ。他にもですね、中国ではもうすでにあるんですけど、厨房にロボットしかいないレストランとかですね、あるんですよ。これがその写真なんですけど、あと他にもですね、ロンドンのモレイっていう会社、ここの料理ロボットなんですけど、今写真見てもらってるんですけど、1000以上のレシピの料理が作れるんですよね。これね、まあ当たり前ですよね。1000でも2000でも1万でもいいわけですよ。練習する必要はないんでね、プログラムするだけなんですよ。人間が作ったら、こういう手順で作ったらうまいよっていう料理を再現するだけなんで、それをプログラムするだけなんですよね。他にもですね、 SDGs の目標でもありますけど、フードロスの問題とかですね、こういうものをウェブ上のプラットフォームを使って再分配する効率のいいシステムとかですね、世界中でそういうウェブのプラットフォームが立ち上がってますよね。代替肉の問題もそうですよ。牛肉がタレイン言うてね、これでも牛をこれ以上増やしても牛のゲップで温室効果ガスが出てしまうけん、どうにかせねえいけん言うて言うとるわけですよ。ほいでそこにビヨンドミートみたいな会社がですね、植物由来の代替肉を開発しよるわけですけど、植物由来なんでね、今度アグリテック言うてね、アグリカルチャー、農業のテクノロジーですよね。アグリテック言うて、効率よく天気に左右されずに量産されていくシステムを作っているとかですね。フードの業界もどんどん革命が起こってますね。はい、次、テクノロジーで革命が起きる業界第3位ですね。これは医療業界、市場規模50兆円です。医療のテクノロジーってね、まあ皆さんニュースでも聞いたことあると思うんですけど、例えばですね、 AI メディカルサービスって会社があるんですよ。でここはですね、人工知能を使うて内視鏡で見た画像とかを取り込んでがん細胞を見つけるっていうシステムを開発してるんですね。大腸がんを見つけるためのその技術を30年間やってる匠のベテランのお医者さんとかよりもぶち早く正確に見つけることができるんですよ。他にもですね、インテュイティブサージカルっていう会社の、カリフォルニアある会社なんですけど、この会社のダヴィンチっていうですね、遠隔手術ロボットですね。これ実際ですね、現場で見たお医者さんに直接聞いたことあるんですけど、まだ去年の段階ではまだちょっと使い物にならないって言ってたんですけど、ただものすごい発展途上で必ず使えるようになるって言ってましたね。これからね、 5G とで 6G と来るわけじゃないですか。日本にいながら難しいですね、心臓のバイパス手術とか、そういうのを例えばドイツにおる世界的な名医の人に遠隔でオペしてもらうとか、そういうことができるんですよ。あと他にもですね、オンライン診療とかですね、オンライン歯医者とかもそうですよね。日本はね、まだ規制緩和が進んでないんでですね、全然広まってないんですけど、世界ではどんどん規制緩和されて広まっていってんですよね。アメリカ、カナダ、フランスで、スウェーデン、シンガポールとかですね、オンライン診療有名ですよね。中国でももちろんそうですし、オンライン診療とかオンライン処方箋とかもありますよね。医療の業界もどんどん革命が起こっていってますね。はい、次、第2位ですね、金融業界、市場規模65兆円ですね。これもね、投資してる人とかもね、当たり前の話なんですけど、これまではですね、その証券アナリストに資産を預けたりして勘どころでね、株を運用してもらえたわけですよ。どの株が伸びてどの株が伸びないとか、そういうのって統計データを人工知能に読み込ませて AI で判断した方が成績が良かったりするんですよね。っていうことがもう分かったんですよ。日本じゃったらその人工知能に全て株の運用を任せるウェルスナビとかね、有名ですよね。あと他にはですね、1000円とかから Amazon の株が買えたりするワンタップバイとかですね、こういうのもすごい革命ですよね。これですね、今見てもらってるグラフはバンクオブアメリカの日本の社員の社員数の推移なんですけど、見ての通り証券マンが減っていくんですよ。まあでもこれはそれはそうですよね。だって AI で運用した方が成績がいいこと分かってんですから。はい、いよいよ第1位の発表ですね。テクノロジーで革命が起きる業界第1位、分かりますよね、もう皆さんね。そうです、自動車業界です。市場規模70兆です。やっぱね、市場規模もでかいけど、その社会に与えるインパクトがでかいんですよね。もう移動革命ですよ。
マースって言葉生まれたでしょ、モビリティアズアサービスつってね。自動車っていうのは要はこれまでは移動するための所有するものだったんですけど、そうじゃなくて自動車さえもただの移動手段サービスの一つであるっていう概念ですね。やっぱですね、概念が変わるってこれ革命なんですよね。常識が変わるってことですよね。例えばね、イーロン・マスクがねテスラという電気自動車作っとるじゃないですか。本人はテスラのことなんて言ってるかっていうと、これは自動車じゃないよ、4つタイヤがついたスマホよって言ってるんですよね。まあ、こういうことなんですよ。車の概念が変わりよるいうことなんですよね。まあ、車単体の革命もそうですけど、あとは業界で言いますと Uber とかね、 Didi とかね、シンガポールのグラブとかもそうですけど、世界ではねこういう革命が起きてんですよね。日本ではね白タク営業が認められとらんじゃないですか。ほじゃけん、なんかタクシーがなんかアプリ使うて便利に呼べるようになっただけじゃんって、別に革命じゃないじゃんって思ってると思うんですけど、大間違いですよね。日本は白タク営業を認められてないからタクシーしかしてないだけで、アメリカとか中国とかね白タク解禁されてるとこではもう普通のサラリーマンの人が会社の帰りにタクシー業を副業でやったりとかしてね、移動革命が起きてんですよね。今まあタクシー業界を守るために白タク営業をね解禁されてないんですけど、僕ねこれね近いうち解禁されると思ってます。というのがやっぱりね、移動って無駄が多いんですよ。物流ですよね、物を運ぶ量っていうのは増えちゃうんですけど、でも無駄がいっぱいありますんで、その無駄を政府は分かっとるけど、それでも理由はタクシー業界を守るためだけっていうことで今ね白タク禁止してんですけど、それもね多分ね限界迎えてると思ってます。はい、次、テクノロジーで革命が起きる業界の3つの特徴、3つの共通点っていうところ話したいなと思ってます。はい、まず1つ目ですね、市場がでかいっていうことです。革命が起きるってことは、その業界で革命を起こしたいと思ってる人がどんだけ多いかっていうことが大事なんですよね。なんでそこで革命を起こしたい人が多いかって言ったら、やっぱね市場がでかい系なんですよ。つまり一攫千金でビジネスワンチャンでぶち儲かる可能性が高いんですよ。金融業界で言ったらね、さっきのワンタップバイとかもそうですけど、アマゾンの株を1000円から買えるとかね、もう革命なわけですよ。さっき日本のね頭プラスというサービス紹介しましたけど、インドにですねそれのインドバージョンでバイジュースって会社があるんですよ。まだ上場してないんですけど、やってるサービスは一緒のようなもんですけどね。ただね、頭のいいインド人が作ったそういう教育システムってことで、上場してないけど評価額が2兆円ですよ。すごくないですか。はい、次、革命が起きやすい業界の特徴2つ目、それはですね、最適化しやすいってことです。これ最適化しやすいってどういうことかっていうと、言い換えたら仕事に無駄が多いってことです。仕事に無駄が多いってね、ちょっと今僕乱暴な言い方しましたけど、イーロン・マスクの言葉を借りて言うと、イーロン・マスクがねテスラボットっていうねロボットをね開発するって発表したじゃないですか。あ、これね僕これについて概要欄に貼ってますんで動画見てみてください。イーロン・マスクがテスラボットを何に使うかって言ったら、世の中にばらまいてですね、人間にとって退屈で面倒で誰がやっても結果が変わらないような仕事をやってもらうって言ったんですね。僕が言ってる無駄な仕事ってのはこういうとこですね。付加価値が低い仕事ってことです。例えばですね、教育の業界で言うとさっきの頭プラスがやってることみたいな、テストを採点してこの A 君の苦手な分野を見つける作業とかね、もうそれ別に付加価値高くないですよね。人間がやる必要ないんですよ。テクノロジーでやってもらった方がさっと答えが出るんですよね。そんなことにも人間の先生がやるべき仕事っていうのは、その子のモチベーションを上げたりとか、その子に合った例え話をしながら上手に教えるとかね、そっちの方が人間にしかできないじゃないですか。他にもフード業界で言ったら、リンガハットが導入しとるような餃子自動包みロボットみたいなね、マニュアル通りに餃子を包むロボットにやらせばいいんですよ。人間にやらせよったら、もう手が腱鞘になったじゃとかね、うわもう手がブチ臭いじゃん、どうしたもんかいのこれやとかなったりするじゃないですか。24時間も大義とか眠いとかも言わんし、誤差もないわけですよ。はい、次、テクノロジーで革命が起きる業界の特徴3つ目、これはですね、〇〇テックという言葉がすでにある業界です。この言葉を聞いたら要注意です。自分の業界がこういう言葉で呼ばれてるかどうかって要注意です。よう聞いとってください。今からブチ大事な話しますんで。例えばね、さっきのねベスト5って何々テックって言われてるんですよ。教育だったらエデュケーションでエドテックって言われてるんですよね。で、第4位のフード業界だったらフードテックって言われてるんですよ。第3位の医療業界だったらヘルステックって言われてるんですよ。第2位の金融業界だったらファイナンスとってフィンテックって言われてるんですよ。第1位のね自動車業界は、これはねなんとかテックじゃなくてマースって言いましたよね。モビリティアズアサービスって言葉があるんですよ。これね他にもあるんですよ。例えば製造業でマニュファクチャーですよね。ほいでマニューテックって言葉があったり、おじゃあ実際製造業でどんな革命が起きてるかって言ったら、オランダのアムステルダムにですね、この写真見てください。世界初の 3D プリンターで印刷された橋がかかったんですよ。フォルムもねこれね美しいでしょ。橋言うたらね普通はね人の匠の技術で建設せねえけんかったんですよ。でも 3D プリンターでデザイン作って、あとは印刷しただけですよ。これ
ほいで中にはセンサー入れちゃって、人が歩きすぎてこう強度が弱くなってきたら、もうそろそろやばいよやばいよってセンサーが教えてくるんですよ。他にもですね、物流業界のトランステックって言葉とか、弁護士業界もリーガルテックって言葉がありますよね。弁護士で言いますと弁護士 .com みたいな最適な弁護士をサクッと探せるサイトであるとか、もうそもそもオンラインチャット相談だけでええじゃんとか、あとバックヤードの業務としてですね、訴訟に使うような証拠を社内のデータから引っ張ってくるようなシステムとかですね、もう事務員いらんじゃんみたいな。あとはですね、アグリカルチャー、農業ですね、アグリテックとかですね、天気とか気温とか湿度とか見て、その日に最適な水の量を勝手にやってくれるとか、ドローンで自動的に農薬を散布するとか。他にもですね、久保田がこの間発表したトラクター見てください、この写真ぶちかっこいいでしょ。俺全部自動運転で畑耕してくれるんですよ。人は乗らなくてええんですよ。何度も言いますけど、こういうね、なんとかテックっていう言葉が生まれてる業界っていうのは、それはテクノロジーがこれからガンガン入ってきますよってことなんですよ。これも重複になりますけど、テクノロジーがガンガン入ってくるってことは、その市場は伸びしろがあるってことなんですよ。だから市場は伸びるんです。でもテクノロジーが入ってくるけ、人は減っていくんです。はい、ということで今日の前半動画ここまでにしますね。で、後半ではですね、目次の続き話しますね。産業革命って言うけど、具体的に何が起こるんいうとこですけど、革命って言葉はね、抽象的じゃないですか。おいでも実はですね、具体的にはね、この2つしか起こらんのですよ。その2つもう全然ビビる必要ない。なんかもうね、革命言ったら天変地異が起こるみたいな、なんかすげえもう業界ひっくり返るみたいなね、そういう風に思うんですけど、何のことはないです。蓋開けてみりゃ絶対にこの2つしか起こんないです。この2つを知っておいてくださいっていう話をした後にですね、じゃあもしその革命が起きる業界に自分がおったとしたら、転職する以外にその業界に残るとしたらですね、どんな生き残り方があるかっていうことですね。個人レベルでビジネスマンとしてどういう準備をしとけばええかいう話をしたいなと思ってます。後半動画また数日中にあげますんで楽しみにしておいてくださいということです。今日は以上です。じゃあね、バイバイ。